はい、こんにちは、まめと申します。騎士文人の夢実況プレイ続きからやっていきたいと思います。ということで過去を見てるんですよね。思ったのが、前回さ、あの2人のカオルくんと会ったと思うんですけど、あの現実世界で会った時、もう一人の赤目の方のカオルくんってもう結構青年っぽかったじゃないですか。でも屋敷の中にいるカオルくんはまだ初太だったじゃないですか。どういうことなんだ、あの配管の中は時間の流れが違うのかとかちょっと思ったりねはい、あと前回なんか鬼のお面をかぶった騎士文人様、あれは誰だったんだろうね。はい、まあということで今は、そっか、カオルくんと一緒に配管でお願い事をするっていう約束を果たしに行くんでしたね。あー、ジョーちゃんもう動いて大丈夫なのかと。あがういさん、はい大丈夫、元気もりもり。あのこの肩の包帯お兄さんが？別に大したことねえよ。この旅館に泊まった客が大怪我されたら、おかみさんの評判にも傷がつくからな。そうだったんですか。あのありがとうございます。見た目怖い人、怖いけど悪い人じゃなかったってどういたしまして。いい人なんだよね、やっぱり。怪我してんだかもりは知るなよ、ありがとう。やっぱり葵さんはいい人だった。はい、おかみさんの命によってなんか今あんな感じに、恋は盲目ってやつか。はい、おかみさんが命令するからこの配管に閉じ込めてるみたいな感じなことを言ってましたもんね。はい、ということでいきましょう。お兄ちゃんの方は連れ回すけど、弟の方は監禁してるって感じなんですかね。はい、父様と同じ目の色だからって。あの怯えよう、ちょっと何されてるかちょっと知るのが怖いですね。はい、母様に、母様を父様と重ねてるから、ちょっとなんかやばい臭がプンプンしますが、まあ行きましょう。真実を見るのが怖いぞ。はい、待ってるかな。青、あの緑目の多分、待って、でもどっちも待ってるのかな。まさか誰も、でもまだ来てないですね。はあ、やっと着いた。カオルくんまだかな。もうちょっと待ってみよう。騎士文人様がやってくるんじゃない。あのおばあちゃんかな。遅いな。緑色の目のカオルくんの方は多分監禁されてるでしょうしね。どうしよう。もう、いよりの歌舞伎劇も終わって、そろそろ帰らないといけない時間なのに。これ以上遅くなったら、お母さんに怒られる。やっぱり、もう帰らないと。一人だけちょっとお嫁さんになりますようにって。しとこ。ごめんね、カオルくん。お願い事して帰った。ああ、そういうお願い事に変えたんだ。心が綺麗すぎる。もうちょっと豆おばさんの心汚れすぎてたわ。またここで一緒に遊べますように。あれ、カオルくん、おってそんな字だったっけ。カオルくんと一緒に。はあ、あのなんだろう、難しい方のおっていうか、終わりのおはお兄ちゃんの方の名前なのかな。そうして私は弟と一緒にこの町を後にした。けれどその帰り、私と弟を乗せた車が事故に遭い、弟が亡くなる。幸いなぜか私は奇跡的に無傷で済んだが、それが私のその後の人生をすべて狂わせる。騎士文人様が守ってくれたの？どうしてこれ多分母様だよね。どうしてあの子が死んで、あんたが無事なの？それは何度となく、幾度となく、なんだろう、永遠と聞かされ続けた母の声。呪音、怖い。ねえ、なんでよりが死んで、
イオリが生きてるの？ちょっと紛らわしいな。ねえ、なんであんたはイオリじゃないの？なんであんたが、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 怖い。ねえ、なんで？ねえ、なんであんた、あんたが死ななかったの？母のその声、恨みの募った憎しみの呪音よりも、私にはもっと恐ろしいものがあった。それは母の中で、私という価値がなくなること。イオリがいた頃は、まだ私にも価値があった。なぜなら私は、イオリの失敗作。イオリになれなかった、イオリ。だから、母が私を引き合いに出し、イオリを褒めたたえ、成長を促しているとき、私には存在価値があった。母はダメな私を見ることで、イオリに期待し、夢や希望を抱いていた。イオリが何か失敗しても、私がそれ以下の価値であれば、イオリは褒められ続け、私は母の、そして弟の役に、立てた。母にとって私は、そうした引き立て役という役割があった。だから、私は必要とされていたし、その瞬間だけは母は私を見ていてくれた。だけど、光がなくなった。イオリがなくなった私に、もう価値なんてない。今はまだ憎悪という感情を向けられるだろう。だが、やがてはそれもなくなり、私の価値は無になる。母はもう私を見なくなる。私なんて必要なくなる。私を捨て、私のいない母の人生が始まる。私なんて最初からいなかった。そんな石ころ以下の無価値になってしまう。嫌だ。嫌だ、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 嫌だ。母の中から私が消える。なかったことになる。それだけは嫌だ。どんな形でもいい。母に思われていたい。そのためなら何でもするから。ねえ、お願い。何でもするから。なら、イオリを返しなさい。そうよ。そうしなさい。あの事故で死んだのはイオリじゃない。イオリよ。役立たずの期待外れの失敗作の出来損ないのイオリ。そう、あの事故で死んだのはイオリよ。あの子は最後の瞬間、イオリの代わりに死ぬという大役を果たしたの。だから、生きてるあんたはイオリ。死んだのはイオリよ。イオリ。そうだ、亡くなるのはイオリという存在。私が。あんたは今日からイオリよ。僕がイオリになれば、母さんは僕を必要としてくれる。以前と同じように、それ以上に、僕を愛してくれる。私の価値は消えてなくなるけど、僕はずっと母さんに必要とされる。なら、それでいいじゃないか。女であることも、姉であることも、イオリであることも、もう必要ない。ただ母さんのため、母のため、母のため、母のため。そして、僕はイオリになった。そういうことか。その後、怪我のリハビリということで、私は世間から隔離され、祖父の家で特訓という名の地獄の日々が行われる。イオリが持っていたであろう技術、才能を努力一筋で再現するまで出られない環境。ようやくある程度の実力を再現、格好取り戻した僕は、
神楽坂伊織として世間に帰ってくる。学校に通い、歌舞伎を練習し、母に期待される日々。でも学校の友達とかはさ、多分伊織ちゃんと伊織くんで違ったよな。そうだ、僕は神楽坂伊織として神楽坂家の劉備屋に再び歌舞伎の花を咲かせるために舞う。それだけが母に期待された僕の価値なんだから。そう、僕はお前の姉さんに会ってきてくれ。僕は神楽坂日和。あ、現実に戻ってきましたね。はい。ここは気がついたんだね、カオルくん。確かに。あ、カオルくん、ここはわからない。僕も気がついたらここに縛られていたから。けど部屋の様子を見る限り、多分ここは配管のどこかだと思う。そっか、持ってたザクロが全部取られてる。あんなに集めてきたのに。僕たち葵さんにこの中に戻されたんだ。葵さんに？そうか、あの人最初から全部知っていたのか。うん、ここで起こっていること、ここに住む鬼のこと、そして僕のことも。カオルくん、僕ね、全部思い出したんだ。昔ここに来たこと、そこで会った子のこと、僕がしてきたこと、置き去りにして忘れていたこと、全部。僕ここでカオルくんってこと仲良くなったんだ。僕もカオルくんも友達がいなくて、だからお互い友達になろうって友達になったんだ。いろんな遊びをした。鬼ごっこや泥遊び、探検ごっことか。それで僕その子と一緒に約束したんだ。約束？うん、地下の祭壇前で一緒に会おうってね。けど結局会えなかったんだけどね。多分なんだけど、その子カオルくんってカオルくんのお兄さんだよね。うん、そうだよ。やっぱりそうか。姉が遊んだおかみさんの子供、それは僕が遊んだカオルくんのお兄さんだったんだね。けどよかったよ、君のお兄さんが元気で。え？実は僕ここに初めて来た時、君のお兄さんに会ってるんだ。その時はなんで僕の名前を知っているんだろうと思ったけど、それも当然だったんだよね。それにいきなり変な尖った骨を渡されるし、最初は変な人だなって思ったんだけど。待ってよ。どうしたの、カオルくん。僕の兄と会った？ありえない。それだけは絶対にありえないことなんだよ。どういう意味？だって僕の兄さんは数年前に。あーって、ちょっとゾワゾワっときた。え？どういうこと？死んだ？カオルくんが？なんで？それはお前のせいだよな、カオル。え？葵さん、盗聴してたの？お前がカオルを殺した。そうだろ？
どういうこと？葵さん、それってどういう。こいつは数年前、ある事情かおる、ある事情からカオルを殺した。いや、殺したというよりもあれは事故だったのかもしれないな。俺も詳しくは知らないが、ある日こいつとカオルが激しい言い合いを行ったらしい。きっかけはほんの些細なことだったんだろう。だがその時にお互いの中にある嫉妬や、劇場が爆発したんだろうな。お互いの手が、手が服や体に伸び、最初はただの押し合いが、気づけば取っ組み合いから殴り合い、殴り合いから本気の喧嘩。そうして制御の効かないままカオルは持っていた骨のナイフを手に取った。その後具体的にどうなったのかは俺も知らない。お互いに無我夢中だったんだろう。殺したくはないけれど殺されたくはない。そしてその骨のナイフはカオルの胸を刺していた。そこに飛び込んできたなでしこさんはようやく自分が招いた不幸に気がついた。彼女にとってカオル君は何よりも大事な宝だ。亡き愛する夫に似た彼の忘れが、忘れがたみ、いや彼の生き写しと言ってもいい。だからこそそれをなくさないよう彼女はカオル君をここで大事に育てていた。けれどもう一人の息子も愛していないわけではなかった。いや息子という意味ではその子をとても愛していた。けれど息子は愛する子によって殺されてしまった。再び愛する者を失い、なでしこさんの心は完全に壊れた。だから彼女はここで愛する息子をよみがえらせようと儀式を行っている人の命を集めて祭壇に持っていってるんだね。騎士魔人伝説だね。儀式。そう、かつてこの地である母親が死んだ我が子をよみがえらせようと8人の子供たちを殺し、その死体を捧げたように、なでしこさんは騎士母人となったのさ。そんな、まさか。それじゃあ今まで僕たちを襲っていたのはあのなでしこさん？そうだよ。でもなんでそんなことを。伝承にもあっただろ。この地に存在した騎士母神は死んだ子をよみがえらせるために多くの子供の血肉を捧げたって。でもよみがえってないよね。だからその騎士母神が眠るこの地でそれを行えば、もしかしたら息子もよみがえるかもしれないって。なかなかオカルト臭くてロマンチックだと思わない？そんなの狂ってるよ。そんな怒るかどうかもわからない伝承で人を殺すなんて、そんな間違ってる。間違ってるか、そんなの百も承知だよ。俺はね、そんなオカルトなんてどうでもいいし、なでしこさんの息子さんが本当によみがえろうとどうでもいいんだよ。ただあの人がそう望むならそうしてあげたい。どんだけ好きなんですか、愛が深い。俺はあの人のためなら何でもするってあの日誓ったんだ。それはあの人を愛してるからなの。愛か。そんな陳腐なものじゃないさ。あの人とあの人の夫さんに対する義理。命を救ってくれた恩は命で返すだけさ。そんな裏があったんだね。さてと、無駄話もここらで終わりにしよう。来い、お前の母親がお待ちだ。カオル君、待て、連れて行くなら僕も一緒に。
そう焦るな。すぐにお前も連れて行く。カオルの次はお前が食われる番だからな。え、愛する息子はさすがに食わないよね。あ、このままじゃまずい。なんとかしてここから抜け出さないと。カミュ、今日も。何の音？あれ？あ、でも緑の目だ。より無事かと。誰なんですか、あなたは。本当に最初に会った人。君はあの時の。無事でよかった。今縄を解く。この人は本当誰なんだ。これでもう大丈夫だ。あとは一刻も早くここから逃げるんだ。いやだけどまだカオル君が。それに君は一体。説明している時間はない。いいから早く逃げろ。あとは僕が何とかするから。確かにさ、さっきまでいたカオル君はさ、あまり成長してない感じがするんだよね。本当だったらこの年齢なのかな。どういうことなんだろう。謎ですね、この人物。待って待ってよと。こっちがだから本当にリアルのカオルくんで、さっきまで会ってたカオルくんはなんか幻影的な。いや、わかんない。どういうことなんだあの人は一体。はい、逃げろか。けどカオルくんを置いては。どういうことなんだろう。連れてきましたよ、なでしこさん。そう、ありがとう。久しぶりね、カオル。母様。今なら階段の方へ走れば逃げられるかもしれない。けど、カオル君はあの人にさらわれたまま、この階のどこかにいるはず。助けに行くなら今しかない。はい、ちょっと助けるところで今回は終わっときたいと思います。謎がちょっとまたさらに謎がわからないことがまだありますが、これから見ていけばわかるのかなと思いますね。はい、ということで今回はここで終わっときたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。バイチ。